それでは中ヒンバステークスで一頭を紹介します。はい。今日久しぶりに完全オフですね。はい。ということで今日はゆっくり何ヶ月ぶりやっていうぐらいグリーンチャンネルビャーって見てるんですけど。はい。 先週に続いてね、今週もレース前に雨降ったりでね、結構何回でね続きます。で、その中で注目したね、昨日放送しませんでした、中目ヒンバステークスの1頭押しとってことで、昨日は正直ね、自信あるまおらんかったし、パパパインってからやてことで。はい、ということで、ちょっと朝見てね、さっきまでかな、昼過ぎまで見て、一つの見解出たんで紹介しましょう。はい。中目ヒンバステークスです。 けーはいえー、昨日の本ちゃんでは合計印9と売って「まみ、あ、きちゃんもランドネ、ね、から買います」って言ってました。で、まあ、この本ちゃんの買い目覆すようで悪いんですけどまあ一応ねこれはあくまでも前日の予想しかもババが全然見れてない中の予想だったんで,、うんでえー、今日のババは見てトータル考慮して私はこの馬、えー、副賞かな多分買うと思いますけどはい。 私と一緒に心中する方はこのまま買ってください。はい。コンクテンを馬券自己責任をあらかじめご了承ください。はい。この中であえて印を打ちますよ。はい。アードマイアリードですね。こちらでいきます。うん。で、えー、昨日、馬場予想した通り、先週の弥生衣装ですね。はい。えー、先週の弥生衣装でも雨がめちゃくちゃ降っ,とって、はい。うちの余力部はことことこつ潰れましたって情報を言ってましたね。えー、逃げた。 えー、ラストドラフト、そして西のデジーカントルも、ネムチャもね、えー、ギャンブルして、うち強襲したんですけど、その3頭を、えーね、朝笑うかのようにですね、外の、えー、ピンク、オレンジ、黄色で決まったレースですね。はい、えー、ベタな外差しですよ。うん、こんだけロスあってもうちはやっぱ死ぬんやっていうぐらいの。 はい、えー。このレースでしたけど、えー、開幕手の中山を台無し、2周目か、えー、開幕手か、を台無しにする中のバーとなってます。うん。はい。外3頭で決まったレース。んで、今週ね、いくらバーは回復しているとしても、やはりうちは厳しいんじゃないかっていう予想を昨日出しました。で、今日、八重山から両方回復しましたけど、はい。まず中山の芝のレース、五、えー、5レースですね。はい。 えー、こちらから教師がスタートしたんですけど、うん。ちょっと見てわかる通り、やっぱうちがね、ちょっとやっぱうちが、えー、ハゲハゲしてるんですね。一見、しきれいに見えるんですけど、ちょっとやっぱうちが、えー、ハゲハゲしてます。ハゲハゲしか出ないけど、はい。で、えー、前半の1000メートル縦長とありまして、えー、前半先頭の馬が1分2秒ぐらいいったかな。で、まあ、ある程度スローかなっていう流れだったんですけど、うん。まあ、スローはスローでしたね。で、えー、誰かが勝ったかっていうと、 えー、ちょっと今日はね面白いぐらい、えー、荒れてるんで。はい、5番のランペドゥーザ、えー、ランペドゥーザか。が、えー、っと、まあ、3番手追走ぐらい、3番手追走かな。なんか3番手じゃん。えー、中段追走やって途中で押し上げていけば。はい、最後、なんと、枝田郎さんが勝ったレースですけど。うん。 ただですね、えー、これ見てる限り、最打ちが悪いとは言うてない感じのババですよね。うん。まあ、ただ、ある程度前目で決まったんで、うん、正直、縦長であのペースやったら前が有利やって考えると、えー、どっちかというと、ファインプレーやっぱり、えー、この江戸ルさんの馬ですね。はい、ある程度、えー、中段ぐらいで構えとったかな。えっ、ー、と、先頭が折って、5番の馬ですよね。はい、えー、先頭が折ってのまだいたい、2、3、4、5、6番手ぐらいか。ここら辺で、ね、今、まあ、ここら辺に達押されてるんで、うん。 でまあ、最後の進路等々を、えー、考慮すると、はい、やはりこの5番の方が変プレイですねあの位置から、えー、外から差し切れたで、えー、これプラスアルファ、えー、まさかの、えー、ここで面白いことが起きまして、はい、次の6レースですね 1200m なんですけど、はい、スタートして前半が、えー、34秒ぐらいだったかな34秒3かはい、まあ、まあちょっとある程度前が引っ張るのかなんですけどこのレースに限クラスに限ってはねうんはい で、まあ、こうなると、選手の予想をば考慮すると、外出しかなってことで、はい、えー、外ロスあっても、各は殺到しますよと。はい。で、ここ、4コーナー見てわかる通り、うちの芝が剥げてるんと、プラスやっぱね、走った後、砂がめちゃくちゃ惚れてるんですね。で、かといって、えー、よく砂のさつき所と言いますけど、砂が巻かれてるというと、砂、そんな巻かれてません。ということで、かなり、えー、惚れたば場で、みんな競争します。で、そんなかでですね、 はい、これ差し切ったんがびっくりしたんですけど、またまた、なんと、えだてるえと思っと、マジか、こっから差し切れるんやと思って、えと思っと、なんと、うちで粘る馬を差し切って、一着ゴリえー、ってことで、で、ただ14番の馬は抜け出して先頭で、えー、しかもうちらち走ってますんで、うちが必ずしも、えー、不利ってこわけではないんですけど、うん。あの、少なくともうちが有利ではないババで、えー、この、結局差し切った2番の馬ですね、これどっから来たんちゅうことで、はい。 ね、4コーナーまではうち終始走ってるんですけど、はい、この2番を見てくださいテルオさんですね前回買ったんも考慮したんでしょうかあと、えー、ちょっとうちがどん詰まりやったんで思い切りが良かったんですね不人気やったし別にねリプレッシャーないんで、はいえー、終始ここ4コーナーの残り200までうち残り200ちょいまでかなでこっからうちの馬がおらんのでじゃうちの馬が邪魔なんで 外に進路切り替えますと、残り200で大外持ち出します。はい、えー。ここまでね、斜めにロスあっても差し切れるということで、やっぱりよっぽど外進路を取らんと厳しいよということで、まあ、うちがね、えー、全く悪いとは言いませんけど、えー、これ考慮すると、う、え、ち、ー、ロスなく立ち回れて、かつ、えー、外出しが決まりそうな馬を考えると、まあ、 他にもね、フロンテ員アクイン電光安住、えー、昨日言いました、えー、何やったっけ、えー、と、名称サもさらンク、えー、役校舎、わかります。けど、えー、その中で、えち、ー、内をロスなく枠順的に回れて、まあ、中枠、外枠も、えー、イー,ーを走れて有利なんでしょうけど、えー、ロスなく内走れて、かつ、道役を組にしないビクトリアマイル、えー、やや表で差し切りました。で、 2走前ディセンバーステークスを外からまくれるこの中山を駆使しましたこのアドマエリーですね。はい4コーナーナ回って で、はい今、外持ち出しましたけどああい面これです頭、ね、にで覚えやすいですねうんこの競馬がもう一回できるなら、えー、前走中山金牌、えー、から距離短縮で、えー、同じこの舞台で走り切れるならしかもこれは、えー、オープンクラスというのもえど、ー、もボバ相手、うん、の勝ちやし、えー、しかも、えー、この時は しかも、バ合相手に56キロというね、別定戦で重い判で世話されましたやっぱ G1 馬なんで、実質58キロの中の勝ち。で、前走も56キロやったんですけど、うん、エウィン・ブライト、このーと、中山記念勝ってますし、ステイ・フーリッシュ、タニ,、えーまあ、タニフランケルの展開で負けましたけど、ステイ・フーリッシュもともと実質キャラなんで、うん、まあ、この相手、に4着で、多分、1ハロン長かったでしょう。で、あんまり似合わない選考作、内訳で取りましたんで、えー、今回、まあ、打ちさなん立ち回って、 前目つけての競馬するならですね、のこのリスさん思い切って腹くくって中断やや後ろから直線外持ち出しての競馬、ディセンバーステークスぐらいの真っ黒の競馬、も一回見してくださいと思ってます。はい、アドバイアリード3年、3すいません、3年ちゃう、3走連続の中山地震ということで、うん、えー、中山2走前に、えー、駆使しまして、あ中山で走れるんやっていうことで、で、えー、このままね、 もうちょっと調べたんですね。えー、ビクトリア・マイルもともとカットって、道役をもうこなせるのはしてます。むしろそっちが有利なのはしてます。うん。えー、全体成績見ても、ステイ・ゴールド・サングラッシーはい。両バババよりもやっぱり道役や々もですね。はい。ここで活躍するのを知ってます。うん。で、えー3走連続で中山と。でも中山使い込むもわかるんですけど、去年は明確に、えー、っと、えー、ビクトリア・マイルはまあ去年買った後かな。買っ あとね、東京新聞杯、去年4ヶ月あけて走って、阪神馬でビクトリアマイル、えー、走りました。うん、これはわかります。休み明け3層。はい。で、秋、府中品馬エリザベス女王杯使って、まあディセンバー勝ちました、中山試しね。で、ここね、わざわざ中山金杯ともう一回中山品馬使ってくる。あれちょっと待って、と思って。んビクトリアマイル今年走れんのこんだけ使って、と思ってね。なんか感覚短くね、いくら中山でもと思ったんですけど。どこ目指してんのかなと思って、大阪杯とかめ、いろいろ考えてあるんですけど。はい。 もうちょっと調べてみると、なんとね、私これ知らんかったよね。これ知ってたらね、去年ね、去年じゃあ、昨日、本ちゃんで紹介してたねこれ。<laughs> なんと、わだまりの、中山やまひんばステークスで引退あっちゃっぽうおい。おい、お前、これしとった。俺、紹介しとったから、お前。おい。おい、昨日めっちゃ軽視しとった俺、うち足無理やわ、言うて。おい。おい。 怒られるで、これ。本チャンでアドマイリードほとんどいりませんよってた俺の印がこれ。もう今怒ってる、これ。もう、この番組くださってる方怒ってる。何やねん、お前って言ってるよごめん全然言ってることちゃうやんけと思ってる、それ。おい。<laughs> おい、頼むから視聴者送らせてもてくれ。ああ、私の情報不足です。改善してありがとうございました。アドマイリード引退、中山日村政局で引退って知ってる方おったんでしょうかえー、こういうのあったらコメントくださいんですけど。うん、コメントくださった、コメント欲しいんですけど。 なんということやなんということこれなんてこったパンダこったやこれ。なんと5番人気ですよ。復唱美味しいですね、うん。で、さっき言った通り、下手しいね。まあ前がね、ああ、それ激しなったらミッキーチャームランドに押しましたけど、もし前がね、潰れることがあるならばですね。うん もうせっかくはミッキーチャームとランドネーコーンとね、副賞、勝賞茶はもう蕎馬券。もう外すようならね、もうそ、そう、それやったらもう、どうせならもうアドマイリー来て。ミッキーチャームを飛ぶようやったらもうアドマイリー来てもう。うん。んなら副賞3倍ぐらいいくから、うん。ノームコアとミッキーチャーム。うん、ランドネーはまあまああるとして、ミッキーチャーム飛ぶぐらいやったらもうアドマイリー来て。はい。ミッキーチャーム飛ぶだけで多分副賞3倍つくかな、つくかな。ノームコアを絡んだらつけへんか。2投飛んだら3倍行くな。ぜ確実に3倍行くな。頑張ってください。 フロントィアクイーンも人気出てるしね、やっぱりね、中山校舎と名詞サさんもンクにて分かってないでしょうね。はい。アンジュミリアーはこうせつし。はい。いや、これやったアドマリー、やっぱアドマリーだよね。タイム DM はともかくやっぱ対戦、やっぱ戦ってきた相手見るとやっぱね、一頭指数抜けてますんで。タイム DM なんかね、今日の場を見てるとほとんど関係ないと思うんで。タイム DM 買ってミ,ミッキーチャームでしょ知ってるし。それは周華賞であの力やからね。ランドレも知ってるよ。うん、分かってる分かってる。分かってるんやけど、今回の場を考えると、戦ってきた相手、ね、前走前奏もそうですけど、うん。 56キロ、今回、ハンデで背負わされますけど、まあ、距離範囲でしょう。はい。牝馬の56なんか、ほんなんもうね。しかも、引退試合でしょう。走って。<laughs> 横乗りだ。乗りー頼むわ。これ、2走前に頑張ってやろもう一回頑張ってください。ちなみに、あの周りで横の横乗りって最近ですかちなみに、最近ですかあー10、10101か。なるほど、了解。それは、ルメちゃんで走って勝ったやもんね。頑張ってください。もう、最終やったら、もう、引退試合やったら、もうここでしょ。 はい頼むわもう芝ないんかなはいまあこのあとあと9レース10レース芝ありますけどうんまあうちが完全に不利はなかったんですけどうん頼みますちょっと誰が逃げるの結構展開向くかな縦長なったら外を持ち出すタイミングがあると思うんですけどうちどん詰まりだけやめてなあと前走みたいに先行失速やめてなえー、足はある程度見せてほしいんで3着でいいんでね で3着でいいです。ちなみに副所の倍でしたっけ ?2.6 倍ですか。はいはい、了解です。はい。5000セットしておきます。はい。いや、ここやろうな。今日は多分ここやと思う。あかんかな。今日も副所生活、あとで、えー、結果受けろど、飛んでるからな。あ、じゃあ、ぽいと飛んでるからね。頑張ってください。はい。ということで、今回は、はい。アドマイアリード紹介しておきます。 はい、また本チャンで今日お会いしましょう以上で終わりますご静聴ありがとうございました